チャールズ・リンドバーグ、チャールズ・オーガスタス・リンドバーグ、1九0 2年二月四日から1 9 7四年八月二十六日は、アメリカ合衆国の飛行家で、ハーモントロフィー、名誉勲章、議会名誉本勲章の受賞者。1二十七年に、スピリット・オブ・セント・ルイスと名付けた、単葉単発単座のプロペラ機で、ニューヨーク・パリカを飛び、大西洋単独無着陸飛行に、 初めて成功。1931年には、北、太平洋横断飛行にも成功した。スウェーデン移民の息子として、ミシガン州デトロイト市で生まれ、ミネソタ州リトルホールズで成長した。父チャールズ・オーガストは、弁護士、その後共和党の国会議員となり、第一次世界大戦へのアメリカの参戦に反対した。母エヴァンジェリンは、科学教師だった。 リンドバーグは幼少時から機械への関心を示したが、1922年には機械工学から離れ、ネブラスカ航空機でパイロットと整備士の訓練に参加した後、カーティス JN-4、ジェニーを買い、極芸飛行パイロットになった。1924年にはアメリカ陸軍航空隊で飛行士として訓練を始めた。訓練を一番の成績で終え、1920年代には、 郵便機などの民間パイロットとして働いた。1927年5月20日5時52分、出発時の現地時刻、リンドバーグは、スピリット・オブ・セント・ルイス号、ライアン・ニップにサンドイッチ4つと、水筒2本分の水、1700リットルのガソリンを積んで、ニューヨーク・ロング・アイランドのぬかるんだ、ルーズベルト飛行場の滑走路を離陸。途中、海面近くまで降り、 アイルランドの海岸までの距離を聞こうと漁船に向かって叫んだがうまくいかなかった。5月21日22時21分到着時の現地時刻パリノルブルゼ空港に着陸大西洋単独無着陸飛行に初めて成功した。この時リンドバーグは25歳であった。飛行距離は 5810km で飛行時間はだった。これによりリンドバーグは ニューヨークパリカンを無着陸で飛んだものに与えられる、オルティーグ賞とその賞金2万5000ドル、さらに世界的な名声を得た。スピリット・オブ・セントルイス号は、リンドバーグの指示のもとに特別にカスタマイズされた機体であった。多量の燃料、ガソリンを積むべく、操縦席の前方に燃料タンクを設置したため、座席からは直接前方が見えず、潜望鏡のようなものを使うか、 機体側面の窓から顔を出す必要があった。当時、無名の操縦士だったリンドバーグには出資者が少なかったため、他のオルティーグ賞挑戦者のように大型の機材を用意、できず、また機材そのものもリンドバーグが望んだ、ベランカ社製品より、性能の低いものにせざるを得なかったことから、前方視界を犠牲にして、燃料の搭載量を増やすことで対処したのである。さらに、 バックアップの操縦士を乗せることもできなかったため、パリまでの全工程を一人で操縦し続けるという過酷な飛行となった。飛行中、リンドバーグは強い水魔に襲われたが、これを克服してパリに到達した。現在、この機体はスミソニアイ航空宇宙博物館に展示されている。リンドバーグが大西洋無着陸飛行に初めて成功したと誤解されがちだが、 単独でない大西洋無着陸飛行については1919年にジョン・オールコックとアーサー・ブラウンが達成している。これは6月14日から6月15日にかけての16時間でニューファンドランド島からアイルランドへ 1890km を飛行したものであった。その他の大西洋横断飛行については大西洋横断飛行を参照。また、パリ上空で翼よ。 あれがパリの明かりだ。と叫んだとされるが、このセギフは後世の客色であり、リンドバーグはその時自分がパリに着いたこともわからなかったという。実際に発した最初の言葉としては、誰か英語を話せる人はいませんかこの後英語を話せる人に、ここはパリですかと尋ねるであるという説と、トイレはどこですかであるという説の二つがある。いずれにせよ、翼よ。 あれが、パリの明かりだ。の出所は、自伝の和訳代であり、日本語では広く知られているが、英語圏ではこれに対応する、よく知られたセリフは存在しない。1929年に中メキシコ大使、ドワイト・モローの、ジジョアンと結婚した。アンは、夫の勧めで、パイロットや、無線通信士の技術を身につけ、乗務員として、調査飛行に同行する。後年、 彼女は作家となった。夫妻は、チャールズ・オーガスタス・ジュニア、1930年、ジョン、1932年、ランド、1937年、アン、1940年、スコット、1942年及び、リーベ、1945年の6人の子供を設けた。1932年3月1日に1歳8、ヶ月の長男・ジュニアが、 自宅から誘拐され、現場には身代金5万ドルを要求する手紙が残されていた。10週間に及ぶ探索と誘拐犯人との身の代金交渉の後に5月12日、ニュージャージー州ホープウェルで死んでいるのが見つかったリンドバーグ愛児誘拐事件。2年後にドイツ系移民のリチャード・ハウプトマンが逮捕され、3年以上後に殺人で告訴された ハウプトマンの裁判が始まった。ハウプトマンは裁判の終了まで無罪を主張し、弁護のために大金を支払ったが、死刑判決が出され、1936年4月3日に死刑執行された。この事件は、当時のアメリカでセンセーショナルな報道をされ、リンドバーグの自作自演さえ取り沙汰された。2003年11月。 リンドバーグとミュンヘンの帽子やブリギット・ヘスハイマーこの間に3人の被着室子が生まれていたことが DNA テストによって証明された。3人はそれぞれ1958年、1960年、1967年にドイツで生まれた。リンドバーグとヘスハイマーの関係は1957年に始まり彼の死まで継続された。ヘスハイマーは2001年に74歳で死去した。 リンドバーグ夫妻は1931年にパンアメリカン航空から依頼された北太平洋航路調査のためニューヨークからカナダ、アラスカ州を経て日本と中華民国までロッキードの水蒸気シリウス、チンサトーク号、チンミサトークはイヌイットの言葉で大鳥の意で飛行した途中8月23日には日本の国な島、根室26日に霞ヶ浦 その後9月13日大阪、9月17日福岡を経て中華民国の南京と観光まで飛行した。妻のアンモローは飛行記録としてを表した。リンドバーグの大きな業績の一つとして人工心臓の開発がある。リンドバーグには心臓弁膜症を患っている姉がおり心臓病の治療法を開発したいという思いから生理学者、 アレクシス・カレルの検出を訪れた。二人は、生き統合し共同研究を行い、1935年に、カレル・リンドバーグポンプを開発。これは、今日の人工心臓に影響を与えている。組織が体外で生き臓るための生理学的条件については、カレルの知識が、血液を連続して貫流させるポンプ装置の発明については、リンドバーグの工学知識が生かされた。 第二次世界大戦前や、リンドバーグはアメリカ軍の要請でドイツに何度か旅行し、ドイツ空軍についての報告を行った。1938年にはヘルマン・ゲーリングから勲章を授与されたが、この授与はユダヤ人を差別する政策やアンシュルスなどの強権的な対外政策を進めるナチス党政権と親密になりすぎているということで、アメリカ国内で批判を受けた。 批判に対して、リンドバーグは、ドイツに対する過剰な非難であると反論した。ヨーロッパで、第二次世界大戦が勃発した後、共和党員であったリンドバーグは、アメリカの孤立主義とドイツの政策に対する支持者となり、各地で講演を行った。1941年1月23日には、アメリカ連邦議会で演説し、ドイツと中立条約を結ぶべきと主張した。 リンドバーグは孤立主義を唱えるアメリカ第一委員会の主要なスポークスマンであり、1941年9月11日のアイオワ州デモインでの演説ではアメリカを戦争に引きずり込もうとしている3大勢力はイギリス人とユダヤ人とルーズベルト政権であると述べた。この発言にユダヤ系アメリカ人が反発し、フランクリン・ルーズベルト大統領は リンドバーグのアメリカ陸軍航空隊での委任を解除した。1941年12月7日に日本との戦争が開始されると、リンドバーグは参戦には反対だったが、開戦した以上は祖国への義務を果たしたいとして、陸軍航空隊への復帰を試みたが、蒸気のような行きがあったためにその市民を疑われ、ルーズベルト大統領やヘンリース・スティムソン陸軍長官と、 その補佐官らに拒否され復帰できなかった。そのため、政府と航空会社、トランスワールド航空に対する民間のコンサルティング会社を通じて、アメリカ政府の戦争努力を援助した。1944年までに民間人として太平洋で50回の実動任務をこなしており、99式襲撃機などの日本機とも何度か交戦している。 1944年7月28日には、日本占領下のオランダ領東インド、現在のインネシア東部にある、モルッカ諸島のセラム島空域で、アメリカ陸軍の第433空輸輸送団の支援任務中に、日本陸軍の第7飛行士団参加の独立飛行第73中隊と交戦し、指揮官の島田サブロー中域を撃墜した。戦争における、 リンドバーグの撃墜数は、生涯を通じて、この一機である。このほか、ロッキード P-38 での長距離航法や、F4U での離陸法の発展に貢献した。また、連合国軍、アメリカとオーストラリア軍による、日本兵捕虜の虐殺、虐待を、しばしば目撃し、その模様を日記に赤裸々に綴っていた。その著者の中で、リンドバーグは、ドイツ人が、 ヨーロッパでユダヤ人になしたと同じようなことを我々は太平洋でも日本人に言ってきたのであると記している。一方でリンドバーグは日本軍による捕虜の人肉食の痕跡を見たという証言も記し、その虐殺や虐待も非難した。1945年5月、ドイツが降伏するとリンドバーグはすぐにドイツへ飛び、その強制収容所を訪問した。 これについて、開戦前は、ドイツ支持者だったリンドバーグは、日記の中で強い嫌をと怒りを記るし、1953年に、大西洋単独無着陸飛行について書いた、砲台、翼よ、あれが、パリの明かりだを出版し、これにより、1954年のピュリッツァー賞を受賞した、同初は1957年に、 ビリー・ワイルダー監督の手で映画化された映画の放題は翼よ。あれがパリの明かりだで原作にないフィクションも一部含まれている。1970年には訪日し大阪万博を訪れた。万博では1931年にニューヨークから日本を経て中国まで飛行した際に使用した水上飛行機シリウス号が展示された。リンドバーグは シリウス号の操縦席に、当時十歳のヒロノミヤ・ナルヒト新能殿下、第百二十六代天皇陛下を乗せるという交流を行っている。晩年は、妻のアンモローと共に、ハワイ州のマウイ島に移り住んだ。また、自然環境の保全に力を注ぐようになり、世界各地を回り、環境保護活動に参加、多額の資金を寄付した。 1974年8月26日朝に、マウイ島、花のキパフルにある別荘にて、リンパ腫瘍が原因で72歳で死去した。2002年5月2日、大西洋単独無着陸飛行75周年を記念して、孫のエリック・リンドバーグが、ニュースピリット・オブ・セントルイス号で、大西洋単独無着陸飛行を実行、無事成功した。またエリックは、 民間宇宙開発協議会、アンサリー X プライズに出資している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。